人生とは短いものである。人生が終わる寸前、存在は知っており、入手も可能で、食べたことがないものがあるというのは、心残りにならないだろうか。賛否両論はあれど、称賛されることもあるというのであれば、なおさらだ。そう、私にとっては果物の王、ドリアンがそれにあたる。ドリアンといえば、その周期から持ち込み禁止のホテルがあることと、一部からは絶賛される味。政治家の河野太郎氏が好む果物としても知られている。ということで、発作的に冷凍ドリアンを取り寄せてみた。500グラム2袋で4100円ぐらい。なんというビジュアルであろうか。これが自然に作られた果実の中にあるとは。いや、栽培されているんだから自然ではないんだろうが、人工物ではないという意味では自然なのだろう。そしてこの香り、というか匂い、というか臭い。どこかで嗅いだことがある。前提知識なしで人生経験から導き出した答えは、腐った長ネギであった。うん、これ腐った長ネギだよ。長ネギは腐りやすいからな。と思い、検索してみる。腐った玉ねぎという評価もあった。フォークで突き刺してみる。コロコロと崩れる。感触として近いのは半熟の卵だろうか。香りはやはりほんのりと腐った長ネギである。これを食べ物として認識した人はどえらいもんである。しかし、そこまで抵抗はなく口に運ぶ。なんか不快な。これは食い物じゃねえよという生物としての危険信号が発せられた。確かに甘いのではあるが、甘いってほどではなく、言われれば甘みがあるかな、という感じだ。ねっとりとした中に若干の繊維質も感じられ、例えるならば、水炊きの中でくたくたに煮込まれた長ネギ、ただし腐って吐き出すやつ、である。ええー。これ全部食い切るの厳しいよ。と思いつつ、たっぷり時間をかけていただいた。正直、これは拷問の一つであった。セルフ拷問。だが、この一袋だけで、牛丼4杯やランチの握りセットは余裕で食えるだけの値段はするのだ。残すなんてもったいない。いやー、鍋の中のネギはうまい。正直それだけでいいぐらい。旨味を吸ったネギなどごちそうでしかない。しかし、ドリアンは、それに比べ、何か、やばいっすよこれ。という危険信号を伴うものであった。かといって、食べられないものではなく、とは言って、すぐに飲み込めるものでもなく、これは高級なんだ。これは高級なんだ。と言い聞かせ、少しずつ飲み込むものであった。しかし、これは冷凍品であり、本当に完璧に熟したドリアンは、果物の王様という名に恥じない味わいだという。なるほど。次回積極的に試すときは、生で少量で、ちゃんと熟したものだな。という。そう、なんとか自分に言い聞かせながら、冷凍庫にある残りの 500g のパックについて頭を抱えている。見た目、バナナ色のうんこ。香り、腐った長ネギ。味、腐った水炊きの長ネギ。もしかして、麺つゆかけて食えばうまいんじゃね？